さまざまな分野で近代日本の幕開けとなりました。平成30年秋の特別展、明治150年記念、躍動する明治、近代日本の幕開け。江戸時代が終わりを告げました。翌年には新政府の基本方針を定めた五箇条の御宣言が発せられ、元号が明治と改められました。明治前半の日本は大日本帝国憲法の制定や不平等条約の改正をはじめ、欧米諸国を模範とした国内の近代化が進められました。そして海外の技術に学びながら、郵便、鉄道、ガス灯などが整備されました。また人々の生活は日本髪から洋髪へ、和服から洋服へと予想に大きく変化していきました。明治5年9月12日、明治天皇御臨席のもと、新橋、横浜、両停車場で鉄道開業式が行われました。同駅間は当時29km、所要時間は53分でした。これは開業当時に書かれたとされる図面です。29km、所要時間は
53点でした。これは開業当時に書かれたとされる図面です。5か条の5000円が発せられ、元号が
欧米諸国を模範とした国内の近代化が進められました。そして海外の技術に学びながら郵便、鉄道、ガス灯などが整備されました。また人々の生活は日本語から洋髪へ、和服から洋服へと予想に大きく変化していきました。明治5年9月11日、明治天皇ご臨席のもと、新橋、横浜、両天守閣で鉄道開業式が行われました。同駅間は当時